YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、黒田りさです。星の数ほどある YouTube 動画の中からこちらを選んでいただき本当にありがとうございます。今日はこちらの1本だけでお送りします。宇宙全体の姿を見てみよう。皆さんも宇宙ってどういう姿をしているんだろう、どんな形なんだろう、宇宙に果てもあるんだろうかっていうことはね、考えたりすることもあるかもしれません。宇宙全体の姿を見てみることで、私たちがこう宇宙のどこに生きていてどういう存在なんだろうっていうことを知ることができるんですよね。それを教えてくれるのが国立天文台が開発したミダカというソフトウェアなんです。いやもうこれ本当に私ファン、ソフトウェアのファン。ちっちゃい頃にこれがあったらどんなに楽しかっただろうっていうくらい、宇宙の姿をすごく直感的に知ることができるので、これびっくりするのがフリーソフトなんですよ。だから皆さんもこれいいなと思ったらぜひインストールしてみて、いろいろ宇宙で遊んでください。それでは宇宙への旅にレッツゴー。パソコンがものすごい音を出してます。さーって頑張ってくれてますね。それでは、こちらですね、4月8日17時、ちょっと、どんどん上空に上がっていくと綺麗ですね、この大気の層だったりとか、どんどん離れて地球の姿が見えてきました。ちょうどね、ここ真ん中に日本があって、右上の方もグッてすると時間が早まったりするんですよ。ほら、どんどんこの闇に隠れていくのが分かるでしょ、日本が。これが夕日のこうですね。あ、これあれじゃん、地球、逆でしたね。まあ、地球には上も下もないということで。でも、北極、ちょっとなんか変な感じだなと思ったんですよ、その、地球の自転を考えた時にね。もう一回やってみると、同じ場所を見ていると、どんどんこう、太陽に出てくるのがわかりますよね。こっちが日の出の方です。さあ、行きましょう、宇宙の旅に。どんどん地球から離れていく。まずは、皆さんご存知の地球に一番近い天体、月ですね。月の軌道はほぼ丸ですね。地球と月は38万キロくらい平均すると離れていて、地球30本分くらいの距離があります。この月っていうのが今まで人類史上一番遠くに行った天体ですね。さあ、飛んでいきますよ。この辺りはね、皆さんおなじみの太陽を中心にして、水星、金星、地球、火星。火星の近くにリュウグウっていう、タイトス2がね、このリュウグウに到達して、今年の末に帰ってきますね。次に何やろう、すごい数の小惑星って呼ばれるもので、ドーナツみたいになってるんですけど、小惑星帯って呼ばれるんですね。これね、本当にたくさんあるように見えるんですけれども、粒々全部合わせても月よりも軽いくらいな。ものが火星と木星の間に実はあると。どんどんまた遠ざかっていきましょう。土星、天王星、海王星、ここまでが今一応惑星と呼ばれているものですね。冥王星は残念ながら準惑星になっちゃいましたね。で、ここで一天文単位っていうのが出てきました。一天文単位っていうのが地球と太陽の平均した距離、1億5000万キロメートルぐらいですね。こういうあまりにも大きな距離なので、大きな物差しを使っていくって感じですね。で、100点の単位ぐらいのあたりに、1977年に打ち上げられたボイジャー1号2号っていうのがあるんですけど、このあたりのここにいらっしゃるんですよね。どの点がそれかはちょっと、あれなんですけど、皆さん探してみてください。ということで、離れていきますよ。エリスとかセドナとか、なかなか聞き慣れない天体の軌道も出てきたんですけれども、そして、この辺りになってくると、見えてきました。オールトノコル。このオールトノコルも何かっていうと、太陽に向かって、たまに水星、ほうき星っていうのが来ると思うんですけど、その、ふる
ふさとなんじゃないかって言われてるんですよ。だいたいその銀河の形とかもなんかへべったい円盤みたいな形をしていることが多いんですけれども、このオルトの雲が珍しく球状なんですよね。これは実は観測されてプロットされているわけじゃなくて、理論上こういう形してるんじゃないかって言われてるんですね。さあ、自慢天文単位とかに持ってきます。地光年、地光年っていうのはよく聞くものですけれども、光が地面に進む距離のことですね。アルファケンタウリ、これが一番地球にとっては太陽以外に一番近い恒星で 4.2 光年、光の速さで4年はかかる。このシシリウスっていうのは太陽以外で見える恒星の中で一番明るい星、オウイヌ座の一等星ですね。ここにプロキオンっていうのがオウイヌ座の一等星。プロキオン、シリウス、ベテルギウス、この3つの点が作る三角形は、突然のクイズこれは冬の大三角って言われるんですね。このあたりって私たちが認識している星座の有名な星だったりとか、地球から空を見上げた時に見える星たちがこのあたりにいらっしゃいます。逆に夏の大三角、こっちにベガとアルタイルってあるでしょ。このベガはこと座、織姫星で、アルタイルはわし座、彦星なんですね。でこの子たちと、あと白鳥座のデネブっていうのが三角形を作って夏の大三角になるんだけれども、デネブはめちゃめちゃ遠いんですよ。あ、ほらほらほら、めっちゃ遠いでしょ。その3つがその地球という点から見たときにただ三角形を作ってるように見えるんだけれども、実はめちゃめちゃ離れてるんですよね。この辺りに来るとスピカーっていう乙女座の一等星、アンダレスっていうサソリ座の一等星、私の会社の名前でもありますなんですけれども、どんどん遠くなっていくと、ここぐらいまで来ると勘のいい人はあることに気づくと思うんですよ。ちょっとこの物差しおかしくないかと。普通物差しっていうと1234ってなると思うんですけれども、この三鷹で描かれている物差しは指数を使ってるんです。つまり10の0乗、10の1乗っていう1101001000万っていう風に書かれてるんですよね。だからその遠くに行けば行くほどキューってなってるんです。指数のすごいところはそういう世界を描けるってことなんですよね。遠くなっていくと、はい、見えてきました、私たちの銀河系でございます。別名天の川銀河と言いますね。で、なんで天の川銀河っていうかっていうと、天の川っていう、まあ、夏に見えるものがこの姿を見てるんですよね、私たちは、だん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 遠くなってきます。出ました、アンドロメダ銀河。見てください、アンドロメダ銀河こんなちっちゃく描かれてる、1万光年ぐらいするとそれぐらいになってくるんですね。こういう銀河系が属しているところが極部銀河群。このあたりになると銀河群、銀河群っていう風になってくるんですけれども、属している超銀河団っていうちょっとギャルみたいな超銀河団みたいなねグループになっていきます。ここ見てください、1億光年ですよ。10億年の線がこの下の時で、はい、こんな風に泡のような構造を超銀河団たちもしているということになるんですね。ここって何もないのって言うとそうではないんですよ。ここはですね、まあ、実際は同じように分布しているんですけれども、観測がまあこれまでされてきた部分だけをこうプロットしているので、こういう形になっているということなんですね。いやー、はーい、あー、はい、ここが138億光年先の宇宙、つまり私たちが観測できる観測可能な範囲の全ての宇宙ということになります。この青と赤のこのまだらなものは何かっていうと、宇宙背景放射と呼ばれるもので、宇宙の誕生から38万年後に、光が直進できるようになったんですね。38万年より前は光が直進できない時代があったんですよ。この雲みたいなものがここに描かれてるって感じですね。はい、うん、じゃあ戻っていきましょうか。
ただいまです。真っ暗なのでもう地球かどうかもわかんないですけど、それが地球に帰ってきました。お疲れ様でした。宇宙の旅、皆さんいかがでしたか？私が初めにこの三鷹を触って宇宙の旅に出たのは大学生卒業したぐらいだったかなと思います。こうやって直感的に宇宙の姿を見ることでめちゃめちゃ感動して、天の川ってここに太陽系があるから見えてたんだって分かった時に、なんかチャクラが開いたみたいなみたいな感覚になったくらい繋がった感覚だったんですよね。この三鷹の旅を終えるとスンとした自分っていうか、誇り高ぶってる場合じゃないんだと、謙虚に感謝しながら生きなさいっていう、そういう気持ちが芽生えてくるんですよね。皆さん、第2回の YouTube はいかがでしたでしょうか？皆さん、リアルな星を眺めてみてはいかがでしょうか？本日の YouTube はこれまで。ちなみに銀河と銀河の間ってとっても高温で1億度あるらしいんですよ。この動画が少しでもいいなと思った方、ためになったなと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録、カッコグリーン登録、そしてコメントをよろしくお願いします。部活動お疲れ様でした。